こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F-35B ステルス戦闘機といえば、戦後日本として初となる航空母艦への改修が決定した護衛艦、出雲、加賀の艦載機となる戦闘機として、その名を知られた機体だろう。2019年末の12月には、合計で42機の調達が確定しているうちの、最初の6機分が、合計793億円。1機あたり約132億円で調達される状況であることも明らかとなった。この予算決定までの概算では F-35A ステルス戦闘機と、護衛艦出雲、加賀用の F-35B ステルス戦闘機の、1機あたり調達価格は単純平均で約116億円とされていた。本国アメリカにおいても同様の価格差が両機にはあり、やはり運用条件が特殊な環境となる F-35B ステルス戦闘機の方が高価なことに変化は見られなかったという予想通りの展開だ。ちなみに F-35 シリーズの戦闘機には3つの種類が存在しており、統合打撃戦闘機と呼称される戦闘機開発のプロジェクトにのっとって、実用化が進められた、いわゆる第5世代の戦闘機である。大まかには、A 型が通常の陸上滑走路での使用、B 型が短距離離陸、垂直着陸での使用、C 型がカタパルトを備えた航空母艦での使用を前提にした、機体となっている。そのため、日本では航空自衛隊がまず A 型の配備を進めており、現状では合計105機の調達を計画しており、さらに冒頭のように護衛艦出雲、加賀用にも B 型を42機調達する予定だ。C 型については、カタパルトを備えた航空母艦からの離陸専用機となっていることもあり、現状では世界で唯一、アメリカ軍のみが導入を行う機体となっている。F-35 シリーズの最大の特徴は、第5世代の戦闘機としての、極めて高度なステルス性にあり、現時点では敵のレーダーにほぼ探知されないという圧倒的な、アドバンテージを持つ。かつて、日本も導入を希望したものの、アメリカの思惑で果たせなかった F-22 ステルス戦闘機と比較した場合、戦闘能力では一段劣るとされるものの、それに次ぐ機体だと目されている。アメリカ軍においても、すでに生産ラインを終了した F-22 戦闘機を補完する戦力として、F-35 シリーズの調達をハイペースで進めている状況にある。さて、F-35 シリーズの戦闘機だが統合打撃戦闘機プロジェクトとして、開発された機体だけに、大まかには3種類とも似通った外観のデザインであると言える。ただし注意深く観察すると、最もオーソドックスな A 型に比べ、B 型には、短距離離陸、垂直着陸に必要な操縦席後方の大型のリフトファンや推力の方向を調整するノズルが備わっている。さらに C 型はカタパルト射出専用の航空母艦艦載機となるため、その離着陸に適するよう面積が拡大され、かつ船内にコンパクトに収容可能な折りたたみ、可能な主翼が採用されている。
この当たり前述の統合打撃戦闘機プロジェクトの結晶ともいえる完成度で、アメリカ軍であれば、これまで空軍の F-15、海軍の F-18、海兵隊のハリアー2といった機体を代替するものだ。メンテナンスや部品調達など、戦闘機の効率的な稼働を支える分野にとって、こうした機関となる部分で、共有化が図られた機体は、高い汎用性を発揮することは想像に難くない。ただし、日本が導入する A 型と B 型においても、B 型は短距離離陸、垂直着陸という特殊な用途に向けて、設計されているため、並走面で制約があることもまた事実だ。例えば、機体に収容できる誘導爆弾の重量などにその差は、顕著に現れており、A 型で 907kg とされる量が、B 型では 454kg とおよそ半分にまで、ウェポンウェイの容量自体が小さくなっている。加えて、もともと現在の第4世代機と比較しても、短い航続距離のうち、B 型は、さらに A 型の約 75% の航続距離となるとされており、短距離離陸、垂直着陸での燃料消費量の負担は大きい。しかし、アメリカの海兵隊も導入を進めていることでも明らかなように、従来のハリアー2と比較した場合、最高速度はほぼ倍となる時速マッハ 1.6 を達成している。これは、揚陸する味方兵力を迅速に支援する航空戦力としては、心強いものであり、日本でも新設された水陸機動団の航空支援に強力な援護を約束するものとなるだろう。このあたりの運用も自衛隊では、当初からアメリカ軍の強襲揚陸艦ワスプでの F-35B ステルス戦闘機の運用方法をベンチマークしていることから、想定することができると言えよう。ちなみに、F-35B ステルス戦闘機自体は短距離離陸だけでなく機体としては、垂直離陸も可能だが、この場合より軽量でかつ、より燃費消費が多くなることから、実運用は想定されていない。また、同じくイギリスの最新鋭航空母艦クイーンエリザベスなどでは、艦首にスキージャンプ式と呼ばれるの離陸用の装置を持たせて、さらなる機体燃費の向上を図っている。F-35A も B も C も3機すべての基本的な外形が共通していますが、F-35B はストーブルを実現するためにエンジンが異なっていますし、エンジンの他にもリフトファン、水力変更ノズル、ロールポストなどの装備が付加されるといいます。第69回を参照。F-35C は空母から発着するために、離着陸速度を抑える必要がありますから、主翼が他の2モデルより大きくなり、同時に主翼折りたたみシステムも付加されているそうです。とは言っても、基本的な設計は共通していますし、開発や試験に手間と費用を要するミッションシステム、センサー機器やコンピュータなども共用化しています。ですから、探知・情報処理能力の面では3モデルとも同レベルということですね。